はい、こんにちは、セムです。さあ、今回のレクチャーではですね、アウトライナーを使うメリットという話ですね。一つ前のレクチャーでダイナリストについて知るということを学習したのですが、アウトライナーを使うメリットについてですね、一緒に考えていきたいと思います。それでは、ズームインします。さアウトライナーを使うメリットですね、三つあります。一つ目は項目ごとの概要を一目で理解する、全体を俯瞰することができます。 そして、項目ごとのですね、分量差を一目で把握することができます。そして最後に、思いもよらなかったアイデアに出会える。ですね、えー。こういったメリットがあります。それでは、それぞれの項目見ていきましょう。一つ目。項目ごとの概要を一目で理解できる。ですね。これによってですね、途中で書いてて、あれ話ぶれてきたぞっていうのがですね、ぐっと減ります。そして、 分量差を一目で把握する。こちらはですね、何が足りていて、何が多すぎるのかというですね、が一目でわかります。そしてもう一つですね、何が理解できていて、何が理解できてないなのかわかります。書いてるうちにですね、筆が進まない、キーボード、指が動かないっていう時はですね、理解できてない証拠なんです。このように、全体の中で、例えば見出し1だけすごい、 量が多いけど、見出しにはなんかすごく貧弱だ、みたいな感じでですね、何が足りていて、何が足りていないのかっていうのが一目でわかります。そして三つ目、思いもよらなかったアイディアに出会える、えー。このようにですね、トップダウンとボトムアップの繰り返しを続けていくことによって、最初概要でこんな話をしようと思ってた時にはですね、出てこなかったようなアイディアに出会えることがあります。そしてですね、画面を見ていると、 アイデアの端と端にあったものが突然ですね、こう繋がったりします。点と点が繋がって、一本のまっすぐな線になる。そんなイメージです。で、アウトライナー。今見てもらった通りですね、こう、トピックに集中することもできるのですが、他のトピックもですね、自然と目に入っていきます。これによってですね、あ、そうだ。 考えてた時には思いつかなかったけど今思えばこれとこれは何か関連があるかもしれないみたいな感じで思いもよらなかったアイディアに出会うことができますさあじゃあ閉じてもう一回アウトラインだけ見ていきましょうこうすることによってこう全体がすっきり見えますというふうにですねアウトライナーを使うメリットとして例えばですねずらっと開いてみますすると、 3番目はたくさんあるけど、1つ目はなんか少ないなとかですね。こんな風に分量差を一目で把握することができます。トピック全体を閉じたり開いたりはコントロールシフト、ピリオドになります。そして最後、思いもよらなかったアイデアに出会えるですね。遠くにあったアイデアが実は関連があったみたいな感じでつなげて 一つのアウトラインになって、またそれが全体のアウトラインを揺り動かして、というふうにですね、思いもよらなかったアイデアに出会えるというのが、アウトライナーを使うメリットになります。さあ、ちょっとですね、ズームアウトして、釣りを見ていきましょう。釣りはですね、アウトライナーの基本操作について話をしていきます。こちらはですね、とても直感的なので、ついていくのそんなに難しくありません。それでは一緒にやっていきましょう。 次のレクチャーに進んでください。